初めてだからこそ良かったかもわかんないですね。やっぱりすごい人、名前ね、やっぱすごいじゃないですか。やっぱり年取ると大したことないなというねよっしゃ決まったってビール開けて乾杯していただいて、うん、かけられて、おーとか言いながら まずはね、いろいろとお話をお伺いしていきたいんですけれども、はい、はい、今回もですね、こちらに井戸木プロに聞きたいキーワードというのをご用意しました。何ですかそれ。あるんですよ、キーワード。あるんですよ。もう何と言っても、ね、いやいや、これはね、もう何度も井戸木さんに聞かれたかもしれないですけど、もう一度私たちの目線からちょっと聞きたいです。はい、ではまずは上の、はい、海外メジャー、チャンピオン。チャンピオンですよ。うん、もう井戸木さん、2013年、全米プロシニア。そうですね、もう10年になりますね。いやまだ10年ですよ、私が。まだもうインパクトが強すぎて。本当ですか、まだもう、うん、僕はもうですけどね。そうですか。最近ね、本当にまた改めて私も海外行くことがあって、うん、井戸木さんの功績を実際って感じたんですけど、はいはい、うん、初めて行かれて勝ったっていうのを聞いて、またそれもびっくりしたんですよ。初めてだからこそ良かったかもわかんないですね。本当にね、こう腰据えて行き出したら、やっぱりちょっといろんなことをまた考えたりとかやってしまうこともあるので、まあその当時はアメリカに行く前に調子良かったんですよね。まあ日本のシニアツアーで、2位ですか、うんうん、で最終戦で優勝して、その流れですごくずっと調子良かったんですよね。なるほど、うんうん、その流れでアメリカ入ったので、僕先前乗りで、うん、あ、そうなんですか、うん、行って、まあ、トム・カイトとか、はい、ラリー・マイズとか、はい、練習ラウンド一緒にやらせてもらって、はいはい、まあアメリカの選手ね、うん、やっぱりすごい人、名前ね、うん、はい、やっぱすごいじゃないですか、はい、やっぱり年取ると大したことないなっていうねなるほどね、うん、はい、そういうやっぱりラウンドした時に、より自分に自信がついた。負けることはないと。調子よく流れで入ってるからこそ、そう、相手が見たら昔よりちょっとこう落ちてきてた。そうそう、落ちてるんね。やっぱラリーマイさんとかでもやっぱ結構ミスするんですね。アイアンでボーンとこういう、そんな球持つんですか、うん、ダートボール打ったり、うん、でそれで練習ラウンドで一緒にして、はい、あ、俺これならいけるわって思えたってことですね。余計ね、余計そういう気分になってしまったいうのか、まあ優勝にどのこのは気分はないですよ、はい、まあ最初はやっぱり予選残ること、うん、そしてまあまあね、自分の中では日本人ではトップになること、うん、はいはい、うん、でこう自分でこう決めてたわけ、はい、うん、優勝した後はそれこそ今ほどは SNS はこう発達してないですけど、はいはいはい、もう大変だったんじゃないですか、その一緒に行ってた日本の選手もびっくりしたろうし。そうですよね、まあその72ホール、はい、終わってまだ最後が上がってない、そうですよ、ね、時に、はい、直美さんとか室さんがビールをね、持ってきてくれて。そうですか、うん、で開けようとしたら、まだ最後上がってないからあかんって直美さんが直美さんが止めてくれたんですか。直美さんが止めて、さすが勝負を分かってますねそうそう、でよっしゃ決まったってビール開けて、乾杯していただいて、かけられて、あ、かけられたんですかかけられて、そうそうそう、でまあいろいろこうメディアで、うん、まあインタビューとかいろいろこなして、ホテル帰ったらやっぱり室さん、うん、直美さんホテルに来てくれて、高見さん、あ、そうですか、うん、夜ホテルに来てくれてね、やっぱり一緒に戦ってる同士ですもんね、はい、日本から行って、はい、いやでもね、安藤さんね、はい、僕今年3試合ほどですけど、はい、行かせてもらって、はい、本当にあの上の層に行ける人たちのレベルっていうのが見えなかったし、自分じゃ足りないとこだと、いわゆる井戸木さんが審議隊とおっしゃいましたけど、はい、僕は全部揃ってないなっていうのももちろんあったし、あそこで初めて行って勝ち切れて、あのチャンピオンツアーその後お出になるじゃないですか、はいはい、羨ましかったです、うん、あの世界というかあの時代を見ることができて、もちろんチャンピオンズ行き出してね、やっとウェッジだけ変えたですね。あ、そうですか。58から60にウェッジだけ、ね、やっぱりちょっとコースの
やっぱりこうアプローチがね、うん、うん、なかなかこう、ね、60でないと止まって、ちょっと球が低くなっちゃうんですね、うん、止まってくれないとか、ラフの状況とかバンカーの深さとかね、やっぱりこう60に変えたこともありましたけどね。今回はですね、はい、グリーン周りよく使うピッチエンドランアプローチの話を聞きたいんですが、猪木さんは基本的にはどういうふうにアプローチのベースな打ち方をされてるのかを。そうですね、まあ